近江八幡魅力発見プロジェクト、We are Omi! 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 このコーナーは JR 近江八幡駅徒歩1分、大規模マンションクラウド近江八幡の提供でお送りします。安のおっさん、近江八幡の街をブラブラしながら近江八幡ラブな情報をゲットしてね。この日おっさんが歩いたのは桜宮町です。おいラブ近江、今日ちょっと新鮮な3人組だけれども、今日は BBC からカイ君、どうもどうも、お願いします。この番組の担当さん、すいません、お願いします。担当局に言うと、ただなんか今日この並び見たらシュッとして丸く丸くで100みたいな数字の今日はこの100トリオで行こうかいな。はい、お願いします。ブラリウイラブ行きましょう。はい、あ、なんか早速高校生、はいはい、ウイラブ大宮でー、あのウイは野球部ちゃう？海君野球部やったんちゃう？野球でしたね、はい、あのウイは野球部のウイ違う？あのウイは野球部のウイです。ウイよかったよかった。懐かしいことありました。あの子らが言ったらウイラブオーミーになるわな。ウイラブオーミー、ぜひ呼びたかったですね。街ブラブラリ、買い物日和、洗濯物も干し日和、なんでも日和。近江八幡のええとこなんかあった言うて、今映るで、今喋った人が映るで。まあ八幡のいいところはね、琵琶湖ですね。あ、琵琶湖、琵琶湖ですね。八幡にもある。あ、歴史、大きいとこ行ったね。あ、なんか言うた、歴史、歴史がいいっすね。どんな駅？近江町河原ミュージアム、楽しいですね。おお、発言数で君すごいいいね。奥奥奥頑張って奥。赤こんにゃく。赤。飲んでたわ。大中の大みぎ。いいよだ。空気が綺麗。面白い。なんか言うたとこが偉いね。近江八幡の買い物を支えてるここ。はい、寄らんわけにはいかんで、これお声もいただいていたし、ぜひぜひ。ちょっと入り口はどこかにな。入り口が。ということで、今回の近江八幡ラブなスポットはアルプラザ近江八幡さん。じゃじゃーん、ウイラブ近江、とうとうアルプラザ近江八幡さんに来たで。さあ、どんなお店かわし探索行こうかいな。あ、ようこそようこそ。どうこんにちは。いらっしゃいませ。あ、もしかしてスタッフの方？はい。あ、こらちょうどええわ。ありがとうございます。ようこそ来ていただきまして、ありがとうございます。教えてもらおうと思って来たんや。何でも揃う感じするもんな。はい、何でもあるプラザやと私思う。はい、何でもありますので。メニュー提案ということで、今日はこんな料理をしてはどうですかということで、あの料理のサンプルとかそういうものを並べさせていただいて。助かるな。こんなのも今日考えたでよ、あんたのためにこの献立で。実は平和堂さんの献立真似しとったら、はい、英雄。そういうことです。あとなんか近江八幡店さんならではのことも知られて聞いた。はい、あのですね、まあ、お年寄りがどちらかというと多い店で、あの年配の方が非常にたくさん来ていただいています。そこでですね、毎週月曜日で毎週木曜日に、はい、朝開店と同時に健康体操ということで、簡単な体操をやらせていただきます。はい、でその健康体操をさせていただいて、たくさんこうスタンプを押させていただいて。あ、ラジオ体操みたいや。そういうことですね。スタンプを押させてもらって、そのスタンプがたまるとですね、また、粗品をプレゼントするということで、たくさんのお客さんがまあ喜んでいただいていることでございます。ある体操ですので大丈夫です。あ、でも朝から結構ようになりそうやな。はい、そうですね。朝から元気よくなります。あらー、いいことやわ。いいですよ。新店がですね、この駅の JR 近江八幡の近くに、フレンドマート八幡高貝というお店が今度11月の末にオープンいたします。まあ、ぜひともですね、うちのお店同様にご愛顧いただけましたらありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。駅近で便利やな。ブラウド近
見八幡さんは予約制のモデルルーム事前案内会を開催しています。詳しくはプラウド大見八幡公式ホームページをご覧ください。 We Love 大見、次回は最終回です。うそーん。このコーナーは JR 大見八幡駅徒歩1分大規模マンションプラウド大見八幡の提供でお送りしました。